第3幕で白猫と長靴を履いた猫の白猫を踊らせていただく桃代奈緒です。今回の猫の踊りはなかなか他では見られないとてもアクティブな振り付けになっているので見ていて楽しんでいただけると思います。またアクティブな動きの中にも猫らしい気品やプライドの高さをお見せできればと思っています。ぜひ劇場までお越しください。